今日もこの時間になりました。ふーちゃん、ふーちゃん、まだ変わらんなあ。なあ、おいで、はい、おいで、髪や、ちょっとマシ、髪、よしよし、ちょっと本気で髪がないような感じ。まだ耳がこんないもんね。レオちゃんの時もこんないだもんね。ふーちゃん、ふーちゃん、もう一回やろうか。はい、よしよし。あら、ちょっとマシか、今日は。マシですか、ふーちゃん。まあ、これが素手でできなあかんね、ほんまに。まだ手袋をやってやからね。おいで、はい、食べ、あ、食べ、噛んでる噛んでる、重くそ噛んでる。なんでそんな噛むんやなあ。重くそ噛んだな今なあ。まだまずいな。まあ、あのコメントでもなんでこの鳴らす訓練が必要やなんですか言う人多いけど、これはほんまに何遍も言うけど、2年間この子はフリーにしてたけど慣れなかったという、まあ、ヘルプさんでもあのなでなではできないので、ね、やっぱりこの先これじゃいかんいうことでね、鳴らす訓練を始めたわけやけど、まあ、ストレスなりますとかいうね、いろんな方おると思うんやけどね、もともとこの子はね、伝染性腹膜炎のね、ドライ型で、ね、死にかけたんやけど、まあ、だから2年間ね、やらなかったんですよ。いたたたたたたた、怒らんでもええやん。ほんまに怒ってんなお前なあ。もうちゃん、お前薬飲んでる時そんなせんかったやろね。よく網に入れたらね、おしっことうんこ漏らしてたんですよ。だからまあそれが怖かったんかわからんけど、まあ、そうせんとね、この子はできなかったからね、はい、飲まなかったから。もーちゃん、まあレオちゃん以上に難儀かもわからんね、この子の場合な。もーちゃん、はい、もう一回、はい、もうクソかもね、はい、やっぱりあかんね、まだまだ気が出てんかな、ちょっとだけ、うん、だけど痛い。皮手でこんだけ痛かったら多分本気で噛まれた時はもうかなりやばいね。はいはい、むーちゃん、痛い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 、むっちゃ痛かった今の。あーいた、これほんまに変わってやらなかったらやばいね。ちょっと先っぽの方力入れんと、このままでこれやったら痛ない。はい、おいで、
台湾だけど今の本気で噛んでるから、うん、ちょっと顔にやってちょっと指入れてないんですよ。よいしょ、うん、顔色でちょっと慣れさぞ。おいで。よしよし、うん、この稽古からしよう。よしよし、噛んでよ。何べんも噛んだ。かなりやばいな、やっぱり。はい、よっしゃ、最後にチュールやろうかな。ご褒美やっぱりやらんとね。ひろちゃん、はい、ひろちゃん、チュールの時はね絶対にマシなんですよこれ。けど油断したら噛んでくる恐れかね。本気で痛いね今日も。これやばいな。あっちや。